稲賀隆二賞は6年3月15日は、日本の政治家、上等村長、坂井町長、元鳥取県会議員、軍会議員、村会議員。孫娘の主野は、元郵政大臣、手島久子の妻。同じく孫の稲賀美幸は、元稲賀外科委員長。鳥取県再生会坂井港総合病院委員長、稲賀清は彦。 法規国会見具城道村に生まれた。父定次郎は、最後の上等、村翔屋。明治21年鳥取県会議員に当選。その後明治28年から明治32年にかけて、当選3回。その間明治30年には、第15代の県会議長に就任した。明治22年町村政実施の際をされて上等、村長に就任、以来長期にわたり、 村長の養殖を兼務した。昭和3年には、堺町長も務めた。明治29年最白軍会発足とともに、軍会議員に当選、大正8年まで4期を務め、その間大正4年には、軍会議長に就任した。明治41年には、村政の業績により、村長として県から表彰され、明治44年には、城東村が内務省から表彰された。 地域の代表的誇張と称される、稲賀周一郎家には、最後の上等村庄屋であった父定次郎と初代長、同村長を務めた弟、竜次の者を含め、幕末から大正時代にかけての政治、社会資料が多数残されている。このうち、周一郎関係の誇張文書としては、区内各村に関する個数、人口等の調査や、区内人民からの名字届け、よそ出願等の、 古籍関係事件文書の他に、石大納の平均値段、公米、雑税の上納方法についての伺いや、空地などで難破した、他国船の石米引き上げ伺い等があって、古蝶職の多様な事務を推察される。ありがとうございます。